とはは現在ののイランを中心にに成立していた歴史上の国家一般的にはアケメネス朝、アルサケス朝、サーサーアンアサに対する総称である。アケメネス朝がザーグロス山脈南部のパールサ地方から没航して、以来、以来高原周辺を古典ギリシア語でペルシスパイプシロンローシグマ、ヘパーシス、ラテン語でペルシアペルシャと呼ばれてきたことに由来するが、 アフラビー朝時代の1935年にイラン帝国と海称を諸外国に要請したが混乱が見られ1959年にイランとペルシアは代替可能な名称と定めた。アケメネス朝はキュロス二世によりメディア王国、リディア王国、新バビルニア王国を滅ぼし、新バビルニア王国により移住させられたユダヤ人を解放し、バビロン保守を終焉させた。 キュロス2世の息子カンビュセス2世により、エジプトを併合して、古代オリエント世界を統一した。ダレーオス1世が、ペルシア戦争を起こしたが敗北した。ダレーオス3世の時マケドニアのアレクサンドロスにより、征服され滅亡した。アルサケス朝は、アルシャクアサ、パルティアとも呼び、古代中国では暗息国と呼ぶ。セレウコスアサ、シリアから独立し、 アルサケスにより建国された。共和制ローマとの抗争で、ローマ将軍のクラッススを戦死させるなど、隣国のローマとは争いが続き、定正化した後のローマとの争いも含めて、第8時までパルティア戦争は続いた。末期には反乱が多発し、それに乗じたサーサーン朝に攻め滅ぼされた。サーサーアン朝は、アケメネス朝の正当な後継者を称し、 アルサケス朝と戦いに勝利し、アケメネス朝ペルシアの称号を引き継いだ。ローマ帝国との交争では、シャープール一世はバレリアヌスを捕虜にした。東ローマ帝国との交争では、ホスロー一世は、ユスティニアヌス一世から賠償金を得た。ホスロー一世は、突決の質点密と同盟を結び、サーサーアン朝を圧迫していたエフタルを滅ぼした。ヤズデギルド三世の時代に、 ニハーバンドの戦いで正当化リフ時代のイスラム帝国に敗北して崩壊し、再起を目指したが滅亡した。イラン高原周辺の君主の称号は、古代にあっては古代ペルシア語で、王を意味する、フシャーやティアーカイシア、シータイヤ、あるいはその上位称号で、長の王を意味する、カイシア、シータイヤ、カイシア、シータイオンウムなどが用いられた。サーサーン朝や7世紀以降のイスラム時代からは、 前者は、その中期ペルシア語、近世ペルシア語系であるシャーエム・エル・ケー、ザ・シャ、後者は、シャーハーン・シャー・エム・エル・ケー、N ・ m l k エッセー・チェン・サ、シャーハン・シャという形で用いられてきた。アケメネス朝、アルサケス朝、サー・サーン・朝では、ゾロ・アスター教、またはそれに近い宗教が信奉されていた。ありがとうございます。